みんなの優しさが詰まった情報サイト、サガスタイル。検索することで自分の目的に合ったお店がきっと見つかるはず。それでは佐賀らしい優しさの形を見ていきましょう。佐賀県立博物館、入り口にはいくつもの段差が。でもご安心を、スロープと手すりがあれば上り下りがとても楽です。ほらこの笑顔。美容室双葉、子供を抱っこしたまま髪を切ってもらうのはとっても大変。そんな時、キッズスペースはママの強い味方。夢中になっている間に髪を切ることができます。ママたちも嬉しそう。アメリカンな雰囲気の黄緑バーガー、入り口には車椅子の点滴、段差が。そんな時は店長にお任せあれ。笑顔とパワーで段差も何のその。カフェフクシアでのんびり。トイレに行きたくなってきたママ、でも赤ちゃん置いていけないし。そんな時は店員さんが全力であやしてくれちゃいます。コープ佐賀新栄店、リンゴを選んでいるとリンゴを取ってくれる優しい店員さん。悩んだ挙句、買わないって時もあるよね。肉好きが通う人気店ナターズ、体がうまく動かせないももちゃん、ステーキが出るや否やとにもかくにもインスタ映え。左手がうまく使えなくても店員さんがお肉をカットしてくれます。写真もお肉も大満足。みんなが笑顔になれる心のバリアフリーが当たり前。そんな佐賀を目指して、佐賀スタイルではこれからも街に広がる優しさの形を紹介していきます。